まあ、お疲れです。お疲れ様です。今回のテーマ、はい、じゃん、音楽会。音楽会、音楽会、まあいろんな言い方あるかもしれんけど、はい、まあ、小学校の時とかに、はい、音楽会、音楽会って、ん？やり直す？いやいやいや、続けてください。使うん。使いましょう。使わそうとするね。さすが。音楽会、うん。なんか小学校の時とかってなかった？ああ、もうないっすね。覚えてないっすね。覚えてないのかやってないのか、覚えてないってことはやってないっていうことなんで。ほんまに？大体この時期に。この時期なんですか、こういうのって。うん。大体秋ぐらいにみんなで練習してクラスごとで発表するみたいな。秋といえば運動会じゃなかったですか？おお、そうやな。はあ、ん？え？まあもうそれはええねん。はい、ええねん、もう決まってんねん。音楽会。音楽会、なんで違うこと言うの？いや、似てますやん、だって。あったかな？なかった気がします。やったことないですもん、音楽会。そうなん？はあ、中高も。中高も、まあ、高校はあんまないか。高校、自分中高一貫校の中学校で、その上の高校やってたんですけど、うん、その高校進学しなかったんで、あ、経験はしないですけ ど、ね、文化祭の時かな、文化祭の時じゃないかな、の タイミングで合唱コンクールやってたのは聞いたことあります。あ、でも自分が実際やったことないん、わざわざその音楽で競うっていうよくわかんないんで。よく、まあまあまあ確かにな。でもなんかこうクラスみんなでこう合わせ、そう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 、なんかそうあんねんあんねんあんねん。小学校あると思うんだけど、ないん。なんか休んでたんじゃん、ね、その日だけ、その日だけ。いやいや、練習もあるわ。あるでしょ、それも記憶ないんやろ。おかしいな。多分ないです、ね、いや俺もう全国あると思ったのに、だからこのテーマにしたのに。全でも今までインタビュー受けてる人はやってるってことなんですもんね。あると思う。変わってますね。いやいやいや、広島が変わってんねですかね。どうなんだろう。うわ、これちょっと調べてみたいな。はい、ね、周りあったんかな。じゃあまあもう経験ないんやったらなかなかこれ深掘りできんからさ、イメージで話すとしたら、イメージ、なんかあの練習を真面目にしない男子をちょっと真面目な女子が怒るみたいな。あ、イメージだけで喋ってるわ。終わりに最後すごい一致団結していいのか、できる、作品ができて、俺たちよくやったなっていう。じゃあマスがいたらどの、どのタイプのやつやったと思う？俺はもう波音立てずに端っこの方で傍観してる。ああ、傍観すな、歌え。声出してもう当たり障りなく、そう、出してやってる感じ、分かんないぐらいの邪魔せん程度にやってるタイプやったと思う。あんまり熱込めたくないタイプなんで。込めろよ。青春しいや。確かに俺らでも合唱校なかったですけど、うん、高校の時は箱上げ大会ありましたよ。何それ。もう逆にないわそんな。ないと思いますよ、他の高校聞いたことないですもん。聞いたことないわ。だけだと思いますよ、5月ぐらいにみんなでタコ作ってあげる。何それ。シュールな高校生。シュールやな。そん時にちゃんとタコ作んなかったら怒られるんですよ。いや、それはそうや、それ合唱も一緒やんか。ちゃんと歌わんかったら怒られるのと一緒やん。ちゃんとタコ作るって、タコ作ったことあります今まで。あるやろ。ないな。ちっちゃい時作るってめっちゃ簡単なやつじゃないですか。うん、俺らも畳2畳分ぐらいの大きさやつだね。もう何それね。みんなで作ってあげるやつ。ガチなやつだね。いらんってそんなんて思いながら。すごいな。はい、っていうのありましたね、高校で。音楽タコあげんのに歌わへんねんな。タコあげ大会はありましたね。代わりやったんちゃうか、俺の。だったんですかね、それで。いや、もう分からん、もう。こんなでもタコに熱込めるっていうぐらいの学生いっぱいいましたから。あ、そう。青春かけてそこに。いい、それやっぱちょっと一歩引いて見てる感じのタイプやったよな。放課後にやっぱみんな集まってたりするんですけど、うん、ちょっと俺練習あるからとか言って、うん、しれっと抜けたりして、本番の時だけ全然上がってないタコをディスってるっていう。お前何なんそれ。っていう思い出はありますけどね。あ、もう全然関係あらへんやん、タコの話だと思ってるやん。やってみたいですけどね。ね、やります。いや、まあ、まあええわ。じゃあ、まあええわって。歌とかどうなん。歌俺一番嫌いですね、世の中の物事で。聞くのは好きですけど、もう歌うのはもうドンチなんで、もう恥ずかしくて。意外。はあ、なんかめっちゃマイクとか似合いそうやのに。でも振られて歌って、うん、笑われてっていう。うわ、そうなん。多分人生で一番傷ついたかもしれないです。あ、そう。へえー。だから俺を歌うまいよっていうやつとはカラオケ行きたくないです、うん、ああ。いや、もうそもそも行かんやろ。行かないですよ、めったに行かないですけど。へ、うん、そうなんや。聞いていくのは。ああ、じゃあそれを聞いてなんか立ち位置分かったわ。分かりました、うん、
そっとしとくって感じです。そっとしておいてって感じないな。そうです。なるほど、いいテーマでしたね今日は。いや、いいテーマよ。もう何でもいけるから。たこ揚げ大会って読みました。いや、もう読めるんやろこれ。たこ揚げ大会ってなってんやろ。なってました。読めるんやろそれ。さすが特殊あるわ。面白い、面白い、面白い。うわ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 、日本で一番面白い。一番面白い人。あれ一番面白いです、日本で一番。すごいな、もういっぱいあるなここ。なんで、おいい思い出でした。わかりました。はい、ありがとうございます。おはようございます。お疲れです。お疲れです。お疲れです。はい、こんにちは。てかもうみんな耳割れてまうで。サキュー。それぐらい行こう。はい、今回のテーマ音楽界。うわ、イエーイ。全部どこでイエーイ入ってんね。どうしたんですか。いや、どうしたんですかじゃなくて、いや、これについてちょっと話聞きたいんだけど、まあ、合唱祭とかありましたね。で、言い方ね、言い方がちょっと変わってくるよね。いや、それはあるかなと思う。音楽界っていうのはなかった。ああ、そうかなと思いながらも一応、で、俺は歌とかもやったけど、うん、指揮者も多かった。おー、あ、ぽいな、なんかやってそう。だって歌いたくないもん。理由それ。うん、理由それ。指揮者の方が楽じゃん、こうやってやっとくやん。みんなのを見てな。こう見て、あー、あいつ歌ってんな、あー、あいつ歌ってないな、そういうのを見ながら、楽しんでると。あ、でもやってそう。やってそうっすか。まあ俺ピアノ弾けるんで。あ、そうやんな。はい、やってるの。はい、じゃあ歌うのあんま好きじゃない、得意じゃない。歌うのはね、ほんと好きじゃない。応援歌はいけるよ。おファージアのっていうのはいけますよ。これもう音楽かどうかわからんけどね、それがね。応援はいける。おお、応援、応援歌、ね、じゃあ歌えよって言ったら恥ずかしい、顔ちょっと赤くなっちゃう。かわいい。それはやだ。そうなんや、はい、でも全然カラオケとかも積極的には行かない。行かない。娘たちは連れてくる。 家とかで、最近だったらコロナだからあれだけど、家でスイッチで音楽のおーおーおー、カラオケとかしてる。へえ、それ一緒になって歌う。歌わない。えいえいって盛り上げるタイプ。もうそっち側ね。そっちタイプ。そっち側に回って相づち入れる感じね。そうそうそう。 いいね。だから積極的にカラオケ行こうとか友達と行こうとかそういうのはない。ああ、そうなんや。はい、あんなに声出してるのにね。つまんないでしょ。いや、音楽界って俺こういう時とかもうガンガンそんな声でめっちゃ歌ってんのかなと思ったから。無理無理無理。一人なんか声めっちゃでかいコールみたいな。無理無理。あ、違ったんや。無理っす。はい、んで指揮者に回ってる、回る方だったんや。はい、そっちに回る方でしたね。いやー、わからん、聞いてみな、わからんもんやね。そうっすね。ね、俺には合わないです、このお題は。お題、いやいや、おて、もう大丈夫、十分聞けたから。うん、じゃあいつもの最後、もう今年最後かもしれんから、出番。今年最後らしいです。皆さん元気してますか。夏が終わりました。いよいよ終盤戦、気合い入れて頑張りましょう。みんな行きましょう。えいえい、おー。では、ありがとうございました。どうもお疲れです。今回のテーマ行くよ。このまま行きますか。行くよ。なんかすごいもうこのボリューム感ちょっとあれやけど、なんか残ってますけど。残ってるけどね、残像がね。はい、音楽界。はい、大先輩、大先輩の音、大先輩が帰っていくよ。思い出は、え？絶対音楽とかないじゃん。いや、関係ないじゃん。それを聞くのがいいよ。引き出してください。引き出すよ。今から。お疲れ。関係ないじゃんまで言われました、ね。なことないな。なことない。え、でもあったでしょ。小学校中学校ぐらい。音楽、はい、まあ、音楽会って言い方かどうか分からんけど。はい。楽器とか使ったことないですけど。ああ、まあ、合唱、歌う方。合唱しかない。それいつやったの？記憶ある。中学。中学校の時に、中学校の時もなんかやった気がしますけど、ね、あったと思うけどね。なんか課題曲みたいなって、うん、うん、まあ、覚えてんのは覚えてないですけど、中学校、中学校ですね。おお、クラスでみんなで練習して、はい、はい、中学校しか覚えてないというか、おお、はい、どうね、ちゃんとしっかり歌ってた。いや、あんまり歌ってたと思いますけど。あんまり歌ってたってどういう表現やねん。あんまり声は出してなかったのかもしれない。まあ、ぐわーは出さんけど、はい、まあまあまあ、まあ、怒られない程度には。怒られない程度、最低限そうです、ね、出しますみたいな、はい、
合わせます。なんかこうなんか別れて練習とかするじゃないですか。ああああああある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 。もうそれを端っこでこうやってこう何も役職をもらわず一人で歌ってたのは覚えてます。ああそう、リーダーみたいないるじゃないですか。いるいるいる。絶対ならない。ああまあな、そういうタイプじゃないわな。と歌どうなん、歌う、歌自体は好きです。歌うのはあれですけど、歌自体は好きなんで。歌は好きけど、合唱とかそういうのじゃないですけど。ああカラオケとか友達同士なら行ったりはしましたけど、うん、何も考えずにいればいいんで、カラオケボックスは、うん、あんま積極的には歌わんの。そうですね、まんま行かないんで、そもそも、あ、もうそもそもね、あんま行かないですけど、行った時は本当仲間内なんで、うん、まあ、勝手に友達が歌ってる途中で勝手に歌ったりはしますけど、うん、あそういう普通のノリでみたいな感じで、はい、それ以外は多分歌ってないと思います。あそうなんや。なんか今回みんな苦手な人に全部当たってるなこれ、はい、うん、得意だと思いますか俺は。まあじゃない方かもしれんな、ね、うん、うん、そうやな。まあなかなかね披露する場もないけど。そうですね、うん、ひなさんみたくがっつりいけないんで。いけないけど、はい、まあ静かにやっておこうかなと。そうやね、ススッと、はい、うまいこと、はい、生きていきましょう。生きていきましょうね、ゆっくり。そうやね、ゆっくりね、慌てずね、はい、トーコっぽい。 OK です、ありがとう。トーコありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、まあ、お疲れです。お疲れ様です。今回のテーマ、はい、音楽会。音楽会、いい思い出ありません。早い、はい、回答が早い。もしかして山もそんな得意な方じゃない。もうドンチです。自ら言うぐらい、はい、もうだからその中学校の時の音楽会では、お隣の人にちょっと音痴だから、うん、あの音程ずれちゃうから歌わないで、うん、言われて、その時はずっと口パクで歌ってました。そしたら歌ってないよ、口パクやったらもう声出さずにね。そしたら金賞取ったんで。もうクラスが、はい、クラスが、クラスが金賞取ったんで。あらま、すごい。わー、ある意味貢献、はい、貢献してますよ。したね、はい、口パクっていうね、はい、いやもうそれ隣の子めっちゃ影響受けたやろな。もうなんか釣られるからやめてって言ったやろな多分。そう、釣られるんでしょうね、その音程にみたいな、はい。音痴の割にはちょっと声でかいんで。ああ声はね出したらもうそれはな出せるもんな、はい、のにちょっとちゃうからやめてくれと、はい、やめてくれと。まあ歌うならちっちゃく歌えと。歌うならちっちゃくと、はい、ささやかな声で歌ってくれと、はいはい、でもう決めたんが、はい、口パクにしようと、はいはい、すごいな。でもそれ、いやまあ仲良かったっていうか、あ、まあ、その隣の子が、はい、ああその子もサッカー部で仲良かったんで、うん、あ、じゃあもう邪魔せんとこう、はい、邪魔せんとこうと。で金賞、はい、金賞取りました。いや複雑やな。複雑っすねなあ。まあでもはい、まあクラスが金賞取ったんで、うん、まあええかな、はい、結果出てるからね。はい、結果出したんで、うん、声出してないけど、はい、結果出たってことで、はい、うまいことまとまってもったけど。まとめてはねえ、うん、いやじゃあもうあんまカラオケもじゃあ行かへんねや。まあでもお付き合い程度、お付き合い程度では行きますけど、うん、はい、みんなこうなるん。え、山が歌ったらみんなこうなるん。あ、みんなもうでも逆に爆笑っす今は。あそんな感じなんや、うん、はい、めっちゃ聞いてみたなるな。え、めっちゃ聞いたなるわ。もう、はい、それはもう、でももうそれは分かって歌ってあげる感じ。はい、はい、そうっすよ。もうじゃあ聞けよと、はい、もうキヤさんは知ってると思うんで俺の歌唱力は。あ、そうやな、はい、あーやん、じゃ聞いとこう、はい、今度聞いてみてください今度は。いや楽しみ増えたわ、はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。お疲れです。はい、お疲れ様です。水木お疲れです。お疲れ様です。今回のテーマ、はい、音楽会。はい、まあ、小学校中学校ぐらいで、はい、音楽会みたいなのだった。一回も経験したことないです。あれ、はい、そうなんや。そうなんですよ。音楽会って大体高学年ぐらいからやりますよ。ちょうど高学年になるときにアメリカ行っちゃったんですよ。せや、はい、向こうはそんな文化ないか。ないですね。
あんのかな。で僕がいた地域ではなかったですね、うん、あやらんかったってことだよね、はい、じゃあ経験ないってことだよね。ないです。なるほど、はい、そうなんや。じゃああんまりこの話、はい、ありがとうございました。いやと思うやんと思うやん、まあ、今聞いてんのが、はい、まあ歌どうなんて聞いてんねんけど、はい、歌うの、はい、俺ちょっと知ってんねん水木の歌唱力、はい、ね、はい、なぜかというとあの地元の和光市から、はい、ありました ね、 ね、あの市政50周年を記念して歌を作ったんで、はい、ぜひプロサッカー選手の浜田瑞希選手にパートね、このパート歌ってほしいみたいなのがあって、はい、ありました。でキャンプ中に、はい、俺が撮影で瑞希が歌ったからね、はい、歌唱力は、はい、あれを見たらもうそれ、僕はもう音楽とは無縁で過ごしてきたっていうのが分かりますよね、うん、そうやね、はい、まあ言ったら こんな感じやね抑揚がないというか。そうです ね、 ね、カラオケでもあんまり、カラオケにそもそもそんなに行かなかったですね、うん、高校生ぐらいになるとどっか遊びに行こうって言ってカラオケ行くじゃないですか、うん、みんな、まあ、やっぱサッカーずっとやってるとなかなかそんな時間もないし、まあ、なんか行ったとしても歌わないですね、うん、あ、そういうタイプ、ね、見てるタイプ、はい、だからでもあるやん、いやもう一曲ぐらい歌えやみたいな。いやだからもういやいや、ああいやいやだけど あんな感じで、あの和光市、うん、見てもらえば分かるからな、あれな、まだ見れるやろ多分見れるんですかね、和光市、和光市50周年とかで見れるんですかね、何だっけ、50周年、何だっけ、歌の名前、うん、栄光の和光か、栄光の和光、栄光の和光や、あでもそれタイトルちゃうねん、なんだっけな、何だっけ、いや分かんないっすさっき調べてたのに忘れたわ、はい、まだ見れたら、じゃあ気になる方はほにゃらら降る街なんよ、あ、光さす街、光さす街、そうだ、それ、はい、そうです、それで調べてもらえばあの出てくると思うんで、あでもそうですね、あれは、うん、みんなで合唱してる感じなんで、まだごまかバレない、はい、ごまかせるから、あそっか、まだいいです、はい、あそこでフルコーラス聞いた、瀬島さんが見たソロパートは、ね、結構しんどかったですね、何回か撮ったしね俺もちょっと曲覚えたし、あれは僕もなんとかも覚えたし、うん、出だしは覚えてるよ俺トンネル抜けるとよく覚えてますね、広がる街並みをね、はい、頑張って歌ったよな、あれ地味に練習したんですよ、あれキャンプ中にね、体しんどくていろんなこと考えなきゃいけない時に俺も初めてやで、こんな長年候補とかやってて選手がこうピンで歌ってるのを撮るって、体ケアしなきゃいけない、歌の練習もしなきゃいけなかったですから、ね、いや忙しいね、大変でしたよ今年のキャンプはいやもうぜひ聴いてほしい、うんうん、あれはぜひ聴いてほしくないです、いやどんなもんか分かるんでね、俺が言ってることが分かるんちゃうかな、あれ見てもらえばね、まあ、でも改めて感じましたよね、あの、うん、音楽は、うん、向いてないなってもう 前から知ってたし、うん、ちょっとまあ避けて通ってきたんですけどもうあれやらざるを得なかったからね、はい、はい、うん、ああいうのに直面して、まあ、いい経験になりました、そうやね、はい、再確認できました、うん、再確認の力を、またオファーあったら、まあ、もちろんやります、やる心の中では全力で拒否ってますけど、はい、まあ、誰かに求められてるならそれはやりますよ、さすがです、はい、ね、じゃあちょっと練習またして、そうですね、うん、ちょっと密かに、そうやね、俺もちょっとアドバイスするわ、はい、まあ、うまいですか瀬島さん、うまいですか、俺もまあ好きやな、あそうなんですか、うん、まあ、好きじゃないんでね、そもそも、ああそうなん、ね、歌うことがもう恥ずかしいが常に勝っちゃうんで、ああだから本領発揮できないし、へ、チャレンジもできないし、そうなんや、もうサッカーと全然違うやな、まあ、でももともとサッカー、まあ、そうですね、サッカー好きだからチャレンジしますけど、なんか歌うまくなろうっていう気持ちもあんまないですし、なるほどね、うん、まあ、上手かったらいいなっては思うんですけどね、うん、カラオケ行って歌うまい人かっこいいなって思うんですけど、ちょっと自分には才能がなさすぎるかな、うん、もう諦めた、そこはここはちょっと諦めるしかないかな、そっか、うん、今回このテーマでやった人みんな苦手な人やったわ、歌うまい人いるかな、ああそうなんよ、誰がうまい、
って言ってもやっぱこれコロナになっちゃって、そうだね、決起集会とかもできないし、だしだから去年から入ってきた選手じゃほんま全然分からんよね、誰が歌うまいで歌ってるのも見たことないし、うん、そうですね、なんか噂でとかよく歌ってる人もいるかなとか思ったけど、うん、あリオとかよく歌ってますよね、あそれよう聞こえてくるけど、まあなんか うまいかどうかうまく歌ってる感じはなんか熱唱してる感じですね、なんかね、うん、それはわかる、歌声的なところで言うと全然わかんないですね、あそう、うん、前いた選手とかでもあマグとか多分結構歌うまいですよ、はい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 、うん、そうだね、そんな感じします、なんかなんとなく覚えてます、うん、マグが歌ってる姿を、確かになんかインスタとかでもようやってたしな、そうそうそう、うん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 、やってますよね、あれ自信ある人じゃないとできないですもん、確かにマグね、はいはいはい、そのぐらいかな、それぐらい浮かぶの、うん、カイトは歌うけど、うん、めちゃくちゃ盛り上がるんですけど、ああなんかわかるわうまいうまいっていうよりなんかこうノリとかめちゃくちゃ盛り上がります、勢いすごそうやな、はい、カイトのカラオケ個人的にそうなんや、はい、いやまたねそんなんができるね、そうですね、日が来りゃいいね、はい、切実に、うん、願ってます、うん、俺は水木の歌の成長も願ってますはい、はい、願ってください、またオファー来るかもしれんからね、はい、ものすごく願ってください、うん、準備しとこう、はいOK です、ありがとう、はい、ありがとうございます、お疲れです、お疲れ様です、よいしょ、